どうも皆さん、お久しぶりです。お久しぶりにオルタネにやってきまして、どうも皆さん、お久しぶりです。うなチャンネルです。みんなは多分久しぶりじゃないんですけど、オルタナに来るのが久しぶりなんですよ。で、久しぶりにコジャケットね、一緒に出かけようかなと思ったんですけど、なんか俺よりあっちに懐いてるわ。なんか放置しすぎて、ずっと仲良かったんですけど、取られちゃいました。なんかね、夏希が終わった。なので、一人で今から、行きたいと思うんですけども、まあ、オルタナもクリアしてるんですよ、これ。ほら、クリアしてるんだけど、確か、武器がさ、いっぱい使えるのがあって、そう、サイト1、サイト2は終わってる、チェックマークついてるじゃん、全部の武器に。他の武器にね、チェックマークこれつけてないんですよ。ほら、サイト4、5、6かな ?4、5、6全くやってないので、ちょっと全部クリアしていきたいと思います。1、2、3終わってたので。じゃあ、サイト4の1からですね。やっていきましょう。いろんな武器使ってやっていきましょう。とりあえず、2個クリアすんのはめんどっちいけど、まあ、これ、ヒーローシューターでやってたやつを、次はね、なんだ?ノージラスか?ノーチラス使うか。これも、ノーカットなんで、皆さん。よろしくお願いします。ノーチラスの、スプラッシュボム。で、行きたいと思います。はい。ここじゃけ、お前は、来るな。お前は、もう他の人のとこ行ったから、置いていく。ここじゃけ、使わないからな。もう懐いてないから。じゃあね。これスプラッシュボムでやっていくから、プロペラリフトを使ってゴールしましょう。なんか忘れた頃にやってきてるので、どんな感じかも忘れちゃった。こんな感じだったんだ。とりあえずやられないように倒しつつだな。もう、こじゃけさんはさ、俺ずっと仲良かったのにな、最初は。一緒にやってたのにな。こんにちは。うい。もうゴールするだけなので、箱は取らなくていいかな。プロペラできまーす。気をつけて、これ気をつけて。あぶねえ!行かなかった!これ行かなかったんだけど!あぶねえ!あぶねえ!気をつけてって言ったそばから、置いてかれました。で、小鮭がいないんだよね、今ね。小鮭の代わりにスプラッシュボブなんですよ。ちゃんと乗ってから行かないときついな。フリー。ちゃんと乗ってから行こう。で、上に上がります。このタコとかもさ、ケバケバタコは倒さなくていいんだよね。わざわざ倒す必要もないよね。とりあえず、上なのか下なのか。これ下じゃない、上か。もう無視していい?無視しまーす。あ、下なんだ、結局。下だ、下だ。だって、右に乗ると。で、右から行くと。倒さない、倒さない、倒さない。オッケー。ちょっとバレルだから、機動力なくて忙しい。動きづらい。最終チェックポイント。意外と簡単だぞ。意外と早いぞ。こんな簡単でいいのか?こんな簡単でいいのか?ね、上に置いといて。あー、行き過ぎた。行き過ぎた、埋葬。オッケー、オッケー。遊戯王カードね。ツッコミがいないから、俺が何ボケても。いけない。もう行っちゃいます。なんかガートリングガン撃ってきてるね。無視だね、あれはもう完全に。無視しましょう。ガートリングガンは。で、ここで乗り換えて、ガートリングガン俺もやっちゃうか?無理。で、これ下げるのか。こんにちは、ガートリングガン。ガートリング対決に勝つ俺の勝ち。で、小鮭はいないので、ボム投げて。オッケー。もうなんで小鮭さんは、ついてきてくれないのだ。どうしようか、これ、違う武器で、やるか、それとも、みんな見てて飽きちゃうから、他のステージやった方がいいのかな。まあ、結局やるんだよな。あ、ソイチューバーもやるか。ちょっと連続同じステージなんだけど、ソイチューバーも使ってやっていきましょう。今のとこね、斎藤さんだからね、斎藤さんってなんか斎藤さんみたいだな。あ、これも小邪気いないわ。じゃあな。これだけじゃあな。もう俺とは仲違いしたんだ。喧嘩中です。これだけさんとは。さっきとどっちがやりやすいんだろう、ソイチューバー。ソイチューバーってなんかネタ抜きみたいなイメージがあるけど。そんなことは、あるな!そんなことあるな。サーモンランでソイチューバー来たらみんな嫌だろうな。普通にチャージャーの方がいいもんね。ソイチューバー使うんだったら違う武器使おうって言って言いそうなもん。でもなんか昔俺 YouTuber だからソイチューバー使うわとか言ってやってたわ。うり。
VTuber でキルシュートが得だ。またやってみようかな。あ、ここまた来た。意外と簡単ですよ。このまま、右に行けちゃうもんね。行けなかった？え？これ行けないの？ごめん！やられたみんな！これ行けないのかな？本当に。ちょっとあと一回やられられるので、実験してみよう。イカロールをすれば行ける！よし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 、見たみんな。いけないってことが分かった。いや、頑張ればいけるのかな。もうでも冒険はできないね。やられちゃったら終わりなので。はい、水中まで頑張っていこう。いや、残念。残念、無念だ、今のは。でもここからやられちゃいけないので、慎重に行きたいな。あ、チェックポイント。昔はね、このチェックポイント取るとね、命が回復すると。1キーアップが、マリオでいう1キーアップがあったんだけど、なんかヒーローモードってそれこそあのマリオみたいだよね。3D マリオみたいだよね。あの、スプラトゥーンのイカちゃんのね。あれ？どっちから乗ろうかな？どっちから乗りましょう、皆さん。これ気をつけないと、あ、ここに飛び移るか。あー、怖い。バレルの方が簡単だ。バレル使った時の方が簡単。で、ガトリングガン気をつけますよ、皆さん。ガトリングガン気をつけて。危ない。これ倒して、一応倒しといて。で、行くと。まあ、倒したいけど、倒すか。ガトリング倒す、OK！ 終わったかな。ういっ。ナイス！ちょっと焦った。ちょっとあそこで、挑戦しちゃったから、危なかったね。これまあ一個のステージ終わったのか。斎藤さんでも結構多かったよ。何もあるんじゃないの？やってないとこ。いっぱいあったぞ。夜間の、あ、ごめん、斎藤さんじゃねえや。斎藤読んだわ。めっちゃあるじゃん。しかもここ2個同じのだ。同じの続く。ちょっと選ぶか。一個のやるか、とりあえず。いや、待て。いや、もう二からや、いや、ごめん、二からやっていくわ。二からやっていきましょう。次、バケツ使うか、じゃあ、バケツ使ってやっていこう。久しぶりだなぁ。ヒーローモード、ほんとに。いけるかなぁ。あ、また小鮭さんとはお別れですね。もう小鮭さんは僕に懐いてないから。なんかそう、気づいたのかな？もしかしたら。今回僕使ってもらえないから、うなちゃんの近くから離れようみたいな。跳ねるものに気をつけてゴールしましょう、だって。倒してもいいってことか。倒せるぞ。バケツなら。ほら。別に倒さなくていいっぽいんだけど、あれこれ。登って、はい。上に行く。で、この跳ねてくる、まあ、跳ねくり棒みたいな。マリオでいう跳ねくり棒を倒して、うり。うわ、攻撃してくる！やらしいな。跳ねるだけじゃないのか。ちゃんと攻撃してきます。あ、これ乗ります。はい。略動感ありますよ。このゲーム。ほい。で、どこだ？あ、これか。俺も跳ねると。はい。跳ね。俺も跳ねて。で、これもまた上行くのか。同じコートしてくる。これバケツだ、相手。ちょっと待って。ちょっと待って、やばい。ちょっと逃げちゃった。一応アーマー取っとくか。え？え？今なんか跳ねてきたよね、ここまで。ジャンプ力やばくね？今の。強い。割られた！普通に強いぞ、バケツマン。この子たち普通に強い。倒す！投げる！危ねえ！負けるとこだった！危ねえ！はい、ゴール。はい。普通に上手かったですよ。他の武器もやってみよう。バケツ結構俺使いやすいと思うんだけど、そのバケツでも、これでしょ？あ、クワットッパなんだ。皆さん次クワットホッパーです。クワットッパのが、得意っちゃ得意か。スライドシュッ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 ってできるから。たまに避けれるかもし、いけるかな？シューターなのでね。ただ、
小鮭さんはいません。さよなら、小鮭さん。これ別に倒さなくてもいいからさ、シュッ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 っていくか。いた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 。エイムがいいんだよな。ほら。エイムがいいんだよね。あいつら。当ててくるんだよ、結構。上行って、こっちですね。スライドすればこんなのいけるので。はい。これは倒す必要はないのかな？無視で行こう。無視で登って、あ、シューター早いね、やっぱり。シュッシュと。はい、倒して。ここで登れるんだ。で、こっち、危ねえ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 。OK！ 上の方から来るって。うい、倒していく。しっかり倒せるものは倒していこう。上、あ、真上か。真上すぎるね。無視しましょう。オッケー！最後の4匹ぐらいだな。こいつらだ。うわ、当たるんだ！痛い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 ！やられてる、やられてる。ちょ、一旦、アーマーを取り行こう。アーマーを取る。念のためね。なんか登ってきた。オッケー、避けながらいけるな、一応。上がってくる、オッケー。最後、ここで。うぅ、抜けながら、オッケー、ゲーム、ゲーム。え、クワタッパー強いじゃん。相手の弾避けれる。はい、ありがとうございました。今4つやったのか。まだまだできますね。サイト4まだまだいけますね。みんなでもまだやってない人とかいるのかな、ヒーローモード。どうなんだろうね。一番最初にやるもんだと俺勝手に思ってるんだけど、こういう、なんかストーリーモードって。でも結局、最初に縄張りバトルやる風潮あるじゃん。まずは縄張りバトルからやろうみたいな風潮あるじゃん、このゲームって。だからこのゲームのこのヒーローモードの存在を知られてないとかあるかもしれない。やってない人とかもいそうだよね。あと、鮭。なんか鮭しかやらない人も、ちらほら出てきましたね。あ、もう小鮭とはもう完全にお別れですね。スクイクリンです。小鮭ごめん。あ、なに？なに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 ？これ何しろって言ってた？ごめん、見てなかった喋ってて。でも何すればいいの？ゴールすればいいの？ふい。とりあえず来たのを倒すか。うわぁ、危ねえ。あ、また来る。あ、避けれた。OK。わざわざ倒す必要ない。ゴールすればいいのかな？ゴールすればいいんだろうな。うわぁ。でもさ、これさ、場所によっては当たらないぞ。これ、ほら。ほら。場所によっては当たらんぞ。で、おぉ、びっくりした！上から来たね。ついていくか。あ、ついていく前に倒しちゃったね。たまたま当たっただけなんですけどね。これ最終チェック？まだか。いや、俺、スケークに結構普通に好きやから。え、これ面白い！見て！あ、当たんない、全然。え？うわぁ！当たんない。当てたい、これ。当たる、当たる、当たる。当たった！嬉しい気持ち！ちょっと待って！え、何これ何これ、どこ行けばいいの？やられたんだけど。何これ、何しろって。あ、これ前に行くだけ、もしかして。あ、ここ行くだけ。ついてっちゃったよ。はい。はい。せっかくだから倒していきたいね。あー、あ、待って。やっぱり、これで倒せるんだ。難しいな、ちょっとしか出てこない頭に当てるの。しかも今、お昼なんですけど、ご飯を食べたいなと思ってるんですけど、これ終わらない限り俺ご飯食べれないんですよ。お昼、ちょうど12時。うれ。はい、ありがとうございました。ヒーローモード楽しいな。ただゴールするだけだったら別の武器でもいけるな。でもう一個あったよね。スクイクと、なんだろう。シューターがいいな。早いからな。あ、北斎！北斎いいじゃないですか。もう、壊さずスーっていけるし。なんかレースしてる感覚できそうじゃない？もう小鮭本当に使わないね。ごめんね、小鮭さん。あ、食い棒だ。
俺はね、仲良くしたいんですよ。こじゃけさん。でもな、彼が、自分からね、自分から、もういいって。俺のことはいいって言ってたので。もういいです、俺も。ああ、もうこじゃけがいないと勝てないのか、俺今当たっちゃうんだ、あそこ。スーってしてたら。もう最初からやり直しだよ。レースか、レースじゃないよ、もう。一回待たなきゃいけないのかな？一回待って、無理。無理。これ一回待って、いや、無理だな。無理だな、これ。で、このタイミングか。北斎だとちょっと当たっちゃうね。はい。ね、このまま。危ない！危ない！インクが出ない、インクが出ないよ。これ避けて、一回行こうか。次は、おーおーおおお、びっくりした。さっきもなんか気づいたら上から落ちてきてたし、びっくりするよな、あれ。はい、来ました。チェックポイント。まあ当たらないだろ。インク回復して、ちょっとインクが足りないな、北斎。パブロが良かったな。マジでインク足りないんだけど。オッケー。たまにはクイボも使っていきましょう。クイボ強いので。終わりか？最後か？最終チェック来ましたー。おー、これ多分避けるだけで簡単なんですよ。ほら。もう簡単だよ。インクなくなっちゃったけど。ゴール、イェーイ！お帰りなさい。はい、ありがとうございました。ちょろいぞ。サイト4ちょろいぞ。これなんか、全部もらえたりするのかな、終わったら。それも知らないな。まあ、やって、最後わかるか。やってみて、この動画とか撮って、最後に、何かがもらえるってわかるんだ。全然終わらんな。次はですね、4つ目のステージですね。弓を使える、ヘビーロックを使ってゴールしましょう。ヘビーブロックか。うわ苦手。ヘビ苦手、俺。ヘビのやつ苦手だわ。俺、こじゃけいないもん。うわ。あんまり得意じゃないけど、サブ武器ないしな。しゃあない。弓でやっていきましょう。おい。弓どうなんだろうね、ヘビブロック。ヘビブロック使ったギミック、縄張りバトルとか欲しいけど。繋がった。あ、わざわざ当てなきゃいけないんだ。大変だね。こっちいらない。オッケー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 。で、次こっちか。はい。はい。これ、撃っとかないといけないのかな。他に邪魔してくるのもいるので、どこ行けばいいんだろう。やばい。あ、やばいこれ。俺、どこ行けばいいんだ、これ。これ上じゃね？やっぱりそうだ。終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃう。ジャーンプ！はい、オッケー。チェックポイント。これは、ここかな？ジャンプで行くのかな？うわ、後半危ねえ。難しいね。サブウェポンもないし、ボムないしね。こじゃけもいないしね。こじゃけ使っていったの覚え出したわ。覚えてたわ。なんか上か？上なのか？上何があるんだ？そういうわけではない。ん？これどこに行くの？なんか出てきたんだけど。なんか出てきたんだけど。関係ないね。これ上から撃つのか？あ、そういうこと？難しい！あ、最終チェックポイントまで来たよ。エイムが大事ってことか。これ繋げといて。一生撃っとけばいいのかな？これで。ちょっとガトリングやめろ！ガトリング。で、これは？こっから、まず倒すか。まず倒して、邪魔者を排除してから、奥の繋げればいいのかな？あ、いけそうじゃない？あ、終わった。終わった。イェイ。あ、イング出ない。オッケー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 。あ、面白かった。弓だと意外と面白いけど、これ、チャージャーの方がいいかもな、俺。ありがとうございました。結局、ノーカットだよ。ずっと、生放送感覚だって、今。次は？何やってないの？ 5 番だって。
洗濯機じゃん。俺洗濯機普段使ってるんですよ。一番使いやすいよ。お手本とよく、ん？待って、これ。やっちゃった、これ。食ワンダーで。待って、これは難しいやつだよ、みんな。いや、苦手だけどー。お手本はなーに？これさぁ、どうなってんだ、形。上から見たら？ちょっと待って。いやぁ！まず、ここの列は何にもないのですよ。あ、一個あるわ。真ん中の下だけあるわ。ここの列。そうだよね。待ってね、ちょっと待って。距離を測ろう。あ、やっぱそうだ。真ん中だけ、残す。いや、これ怖っ！ここだよね。ここだけ残すんだよね。はい。ここだけ残しました。で、これ上側は、待って、上側先やっちゃうか。上1個しかなくない？ここの。あ。あぶね。待って。これ、掴めるんだ。ちょっと待って。これは、真ん中の1個。この列の、真ん中の1個だけ残しとくから、だから。これを倒していい。あ、やばい、マジでやばい。ほい。ほい。真ん中の1個。あー、難しい。難しいけど、俺壊していいんだよね。これ全部ね。これだけだよね、真ん中の1個って。こいつだけ、残して、ちょっと全部破壊するじゃないですか、これ。はい。まあ、簡単でしょ？最初は。一個ずつ残して。で、あれ壊れそうだな、もう。危ないな。三匹残ってる。最初の、こっちから行くか。三匹ここ残ってるから、削ってもいいのかな、これ。あ、イルカじゃん、これ。よく見たら。イルカな。あ、待って。ここ。これ気をつけよう。みんな、これ。一個だけ残った。これ真ん中だ。これ真ん中残ってるから。これ壊す。で、ここの列の、これは残しといて、ここ壊す。はい。で、いいのかな？とりあえずあっち側もやってくるか。二番目？二番目だけ残して壊すじゃん？オッケー。できたよ。できて、難しいのが、ここ削ってますね、全部。これだけ残して削ってるので全部削っちゃいますね。あ、目が出てきた。やった。多分逆側も、そうだよね。ここだけ残して全部削りましょう。逆側も。で、最後尻尾だ。イルカの尻尾。どうなってんだろう、イルカの尻尾。うわ！変則。え、真ん中が逆にないんだ。真ん中が逆になくて、逆に、右と左があって、真ん中の上が出っ張ってる。変則すぎだろ。ちょっと、カンニングしなきゃいけないか。真ん中がなくて。で、この2個残して、あと全部壊していい。オッケー。これ壊しまーす。壊しまーす。はい。で、奥の2個があって、それ以外逆にないのか。奥の2個あるけど、これがないのか。ここが。で？その下もないのか。え、怖っこれ。こういうことでしょ？え、こういうことだよね。終わりじゃね？もう終わりじゃないの？まだあるの？あ、上のこれいらないわ。終わり？え、終わりじゃないの？あ、上の、これもいらないんじゃね？これとこれ。できた？え、まだできないの？ちょっと待って、ここのステージ6つ。何が違う？これ。あ、ここの端っこか。届かないかも。あー、危ね！そうだ。はい。あ、できた！え、できた！できた！できた、みんな！
むずーむずーむずーこれイエーイこれはね、時間がかかりますよ。時間が。こういうのね、更新するので楽しいよね。記録前のやつと更新してるから。あと一回もミスがなかったのいいですね。え？え？ちょっと待ってみんな。ちょっと待ってね。チャージャーがある。もう一回やらなきゃいけないの。もう一回やらなきゃいけない。これやらなきゃいけないんだもん、一回。でもさ、俺ちょっと覚えてるからさ、もう見本見ないでいこうよ。これ。ここ、一回真ん中残しで、あと全部削ります。やった順番からやっていくよ。で、今度、これの、ここだけだ。上も壊して、あ、上いいか。これ、ここだけ残して、目の横だけ残して、タイミング出ない。はい。これで壊すか。ほい。ほい。オッケーオッケー。で、ここ残して、多分逆側も。ダメ。危ない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 。逆側も、この、ここだけ残して、目の周りだけ残して、壊しちゃいます。で、上も、これで。これで壊せばいいんだ、こうやって。おしゃれ、なんか。あ、上が危ない。あ、おしゃれですね。はい。で、上は、上なんか頭どっかだけ残すよね。ワンチャンここじゃね？あ、違う。ど真ん中だ。ど真ん中だ。上はど真ん中で。でもこれ完成じゃん、ほぼ。上ど真ん中で完成じゃん。いいよ。で、これは確か、間が最初なくて、で、真ん中残して、しか周り、これ、倒しちゃっていいんだよね。で、上のも、ここ待って怖い。え、これ、ちょっと見るわ。ここ壊してるわ。オッケーオッケーオッケー。あ、で、これ繋げればいいのか、こうやって。はい。おい、早い！記憶って大事だわ。記憶。記憶大事です、皆さん。はい。完成しました。ありがとうございました。やった。いいんじゃないですか、意外と。記録更新2分8秒。だんだん、だんだん記録を更新していきましたね。よーし。終わったー。難しかった、一番。難しかったー。6番。6番が、次行こうか。結構長いね。はい、よろしくお願いします。まあ、さっきよりは簡単だろう。次はどんなやつなんでしょうか。押し寄せる価値と向き合う本質と技術の舞台。的を全て壊しましょう、だって。的壊しか。まあ、でも、ノーチェラスでいけそうじゃない？はい。よろしくお願いしまーす。あ、待って！これもしかして、うわ、これ難しいやつやん！みんなこれ難しいやつだ。これ難しいよ、みんな。さっきのも、これだってミスったことあんもん。引っ張ったりで。まあ、でも射程長いからいけるか。あ、待って、いけるわ。スパッタリーがおすすめって書いてあったんですけど、絶対スパッタリーよりこっちの方が簡単なんじゃないか。待って、この状態から壊せるよ。真ん中だったら。ほら。簡単やん。射程長いと。はーい。動かなくていいですね。ちょっとこっちだろ？ほい。届くのかな？待って、やばいやばい、なんか来てる。でっかいの来るよ。やばい。壊せ壊せ壊せ。壊せ壊せ壊せ。あはは、簡単だった。あはは、オッケー。いいよ、スパッタリより全然いい。お？右と、左かな？真ん中ですね。ここから届かないのかな？真ん中来ました。左も来ました。右も来ますと。オッケー、残り5個。簡単簡単。これ食い物でもいいか、変な話。あ、5個。さあ、どう飛んでくるか。
まずは左と、正面と、前、上。あ、あ、終わった。で、簡単だ。これはね、みんな、簡単だ。脳散らすのが簡単だ。これ騙されてるよ、みんな。スパッタリーであるより脳散らすやつが簡単です、これ。お前、無理かったよね。あ、スクイクリンか。スクイクは難しそうだけどな。で、これ騙されてるよ、みんな。絶対、これおすすめスパッタリーは違うじゃろう。絶対騙されてるぞ、これ。まあ、いっか。スクイクリンね。もしかしてスクイクリンが一番簡単な説がある。これってさ、ここ乗ってもいいのかな？あ、乗れる。乗れるけど、そんなこと言ってる場合じゃない。しっかり当てないといけないですね。スクイクリンの場合は。連射とかできる武器じゃないので。もうこっから倒せそうだけど。ほら。で、こっから。こっからいけるぞ。簡単か？外したら危ない。でもこっからいけるぞ。あ、うん。次は、はい。あ、はい、ちょっと、ごめんなさい、ほんとにごめんなさい。ちょ、ごめんなさい、ほんとにごめんなさい。届かなかった、ごめん。調子乗った。なるほどね。射程しっかりね、管理しなきゃいけないですね。もう一回。早すぎて打ってダメだ。ちょっと飛んでから、打たないといけない。なるほど。はい。ちょっと飛んでからね、みんな。次、右か。左だ。で、右に、飛んでくると。ちょっと近すぎるか。危ねえ、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 本当に危ねえ。これは前で撃ってた方がいいんじゃないか。え、届かないんだけど。オッケーオッケーオッケー、2回当てればいけた。危ねえ。意外と届かなかったな。ちょっと安全に行こう。こっからは安全に。やられないようにちょっとだけ塗っといて。はい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 。OK。竹とかの方が面白かったかもな。さあ、残り5個。しっかり当てていきましょう。連続で来るぞ。来た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 。はい、ラスト。はい、OK。ちょっと焦ったな。ありがとうございました。まあでも、いいんじゃないか。今日は結構やったぞ。30分やったぞ。30分。ってことは、残りは、え？ここに来て、俺のことをまだ許してくれるのか？今日は一緒に連れて行けなかったのに。てか、ついてきてくれたの？あんなことがあったのに。まだ仲良くしてくれるの？すごい、なんか、もうなんもねえじゃねえか。なんもねえじゃねえか。嫌がらせか。なんもねえじゃねえか。おい、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 おい。